あれ、あそこにいるのってティナリとコレイじゃないか。あ、ティシアとキャンディスもいるぞ。みんなに挨拶しようぜ。各自の担当は覚えたね。じゃあ手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど、絶対にあの方に気づかれないよう気をつけてね。心配すんなって。私たち傭兵は秘密を守ることを命よりも大切にしてるからな。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。私の言いたいことはわかるだろう。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もし何の前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。よう、みんなここで何してるんだ。私何も知らないし、何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイモン、ここで会えるなんてな。え、なんだ、お前たちだったのか。ふう、びっくりした。授業中にぼーっとしてたら後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。家臣探査に参加するためスメールに戻ってきたのですか。うん、お祭りの間は盛り上がるだろうし、せっかくなら友達と一緒に過ごしたいなって。うん、教練員でもいろんな準備を進めてるって先生から聞いたよ。今年はクラクサナリデビ様の誕生日を盛大に祝ってあげようとしてるみたい。かつて教練員が犯した過ちに対するささやかな償いって意味もあるんだろうね。ひひ、オイラたちタイミングバッチリだな。楽しいものをたくさん見て、美味しいものをたらふく食べられそうだぜ。それはそうと、さっきは何の話をしてたんだ。秘密とかなんとかこそこそ話してたけど。近くに。いい？誰にも言わないでね。実はクラクサナリデビ様のためにサプライズを用意しようと考えてるんだ。うわー、バースデーサプライズってやつか。ええ、ディシアの提案なんですよ。ん？ああ、ドニアザードと話してたらふと思いついたんだ。家臣探査って毎年似たり寄ったりだろ。今年はちょっと特別な企画があってもいいと思ってさ。ドニアザードもいいアイデアだって言ってくれたし、みんなに相談したら話がサクサク進んでな。サプライズだから知ってる人は少ない方がいい。何せ知恵の神が相手だからね。ちょっとしたことで感づかれるかもしれない。そうだな。って、いつまでこんな風に話さなきゃいけないんだ。コホン、とにかくここ数日手が空いてる友人たちに準備を手伝ってもらうことにしたんだ。それで具体的には何をするんだ。クラクサナリデビ様はキャンディーがお好きらしいから、そこをポイントにサプライズの内容を考えようと思ってる。フロート社のパレードの後は誕生日パーティーに誘うつもりだ。だからハフトスイーンとかも外せない。デザインの方はカーベに任せてある。今のところ僕たちは食材と飾りを買い揃えればいい。そうそう、ここまで話を聞いちゃったんだし、オイラたちも手を貸すぞ。だったらキャンディス、
さっき買い出しを手伝ってほしいって言ってたよな。ほら、渡りに船ってやつだぜ。ええ、最近はあまり砂漠から出ていませんから、この辺の相場や品を見極められる自信がなくて。ご迷惑でなければ。水臭いこと言うなって。むしろみんなの役に立てて、オイラたちにとってもサプライズだぜ。おお、パイモン、ずいぶん口がうまくなったな。ではお言葉に甘えさせていただきます。よし、決まりだな。飾りは私とドニアザードが担当する。パーティー会場はティナリに任せた。なんだかワクワクしてきたぞ。早速行動開始だ。ナヒーダに素敵な誕生日プレゼントを。しー、だ、あ、そうだった、興奮してつい。しー、今日のオルモス港はいい匂いに包まれてるな。潮の香りを全部かき消す勢いだぞ。ここはパレードの終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。アール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな家臣探査を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。握りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。いえ、何でもありません。ご心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。いらっしゃい。何にする？家臣探査当日に必要な軽食を注文したいのですが、パレードが終わったら取りに来るので、事前に用意しておいていただけますか？テイクアウトだね。ね、問題ないよ。ご注文は？マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリムプを3つお願いします。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ、よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか？ああ、もちろん。全部で2万9000モラだが、2万6000モラでどうだい？2万モラにしていただけませんか？へ。それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そうですか。では、そもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか？2割引きまでが限界だな。わかりました。ありがとうございます。とんでもない。キャンディスって、オイラたちより値引きがうまいんじゃないか？それから他にも何か？いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全面に懸念が出てくるかもしれませんので。ああ、ありがとう。だが今日新しく燃料を変えたばかりだから、その心配は。
煙が。大丈夫ですか？あ、平気だ。ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか？その可能性はあるな。この間も似たような事故がうちで起きたし、送風機を変えたばかりだっていうのに。今度は後で点検してみてください。ひとまずお怪我がないようでよかったです。水でしたら持っていますが、いかがですか？いや、大丈夫だ。お気遣いありがとう。それにしてもお客さんよくわかったね。もう少し早く来てくれてたら未然に防げたかもな。今日中にコンロを修理しとくから、過信探査当日の注文には影響しないはずだ。心配しないでくれ。無理せず安全を優先してください。内金はここに置いておきます。ああ、ありがとう。さっきは危なかったな。キャンディスが気づいてくれてよかったぜ。その、私にもよくわかりません。勘というものでしょうか。ふぅ。で、次はどこに行くんだ？コンロがないとこだといいんだけど。さっきはほんとヒヤッとしたぞ。次はキャンディーを作るのに必要なフルーツを買いに行きましょう。うん。久しぶりにオルモスコアに来たし、ついでにいろいろ買おうぜ。確かフルーツ店はあそこだったよな。キャディス、大丈夫か？危ない。お怪我はありませんか？うん、ありがとう。何かあったのか？あそこの箱が急に倒れてきたんだけど、キャンディスがこの子を助けてやったんだ。君、お父さんとお母さんは？パパとママは港の酒場に。私、退屈だったから。もう大丈夫ですよ。遊ぶときは周りに気をつけてくださいね。早く親のとこに戻りな。ここに箱を置いたのは誰だ？俺だけど。道路脇に重いものを積むなと言ったはずだ。一体どういうことだ？すまない。最近荷物が増えてきて、倉庫に置き場がなかったから。ああ、すぐどかすよ。次からは気をつけるから。はあ、助かったよ。俺の監督不足だ。キャンディスさんがいなかったら大事故になりかねなかった。お気になさらないでください。ここ一帯の安全を守ることはきっと大変でしょう。ましてやお祭りの時期ですから。お手数ですが、引き続き気を配っていただければ助かります。過信探査の間は目がいくつあっても足りないぐらいだ。ああ、誤解しないでくれ。キャンディスさんのアドバイスはしかと胸に刻んでおこう。買い物中だったんだろ。これ以上邪魔はしないでおくよ。じゃ、祭りを楽しんでくれ。キャンディス、さっきはすごかったぞ。箱が倒れる前に走り出してたよな。実はそういった未来が見えたんです。え？未来を予知できるってことか？ええ、先ほどのコンロの事故もその場面が見えました。この琥珀色の左目を特別に思ったことはありません。
これまで変わった光景を見たことだってありませんでした。しかし今朝からしきりに何らかの場面が見えるようになったのです。そして数秒後には現実に。他の人は知ってるのか？いえ、この現象が予知かどうかまだ確信はありませんし、みんなに余計な心配をかけたくはありませんから。特には何も。いつも通り一日の仕事の手配を終え、神様にお祈りを捧げてから待ち合わせの場所に向かいました。強いて言うなら、道端で綺麗な宝石を買ったことぐらいでしょうか。おお、確かに綺麗だな。あなたも気づきましたか？宝石から特殊な元素の痕跡をかすかに感じます。実はそれが気になって買うことにしたんです。余地が宝石と関係してるってことか？その可能性はあると思います。もしよかったら宝石を手に持って試してみてくれませんか？そうですか。誰にでも起こる現象ではないようですね。何らかの条件が必要なのかもしれません。それとも、アフマル様の民であることと関係しているのでしょうか？他の奴に聞いてみるのはどうだ？家臣探査の準備で忙しい時期ですから、できればこういったことでお手を煩わせるのは。それに、ちょうどここ数日は任務も多くありませんし、自分で調査すれば済むことです。これも、ガーディアンたる私の責務でしょう。ありがとうございます。あなたがいてくれたら、私も安心です。まるで、夜に仲間と焚き火を眺めているかのように。とりあえず、買い出しを済ませてから、石の情報を集めましょう。石の出所については、商人に聞けば教えてくれるはずです。商人といえば、あの情報通の大商人がいるよな。モラをかっつり持ってかれるだろうけど。もしかしてドリーという名の方でしょうか？アール村でもその噂は耳にしていました。そうそう、ただモラに目がないやつだから値切り交渉は無理しない方がいいぜ。さあさあさあ、こちらがお求めの品ですわ。どれも上質なものを揃いましたから、ご心配なく。あと新しく仕入れた品もありますの。いかがかしら。いらない？あ、構いませんとも。またお越しくださいまし。ドリー、あらあら、どちら様かと思えば、私の大事なお客さんじゃありませんの。おそちらはアール村のガーディアン、キャンディーズさんですね。これはまたまた素敵なお客さんですこと。あ、さてさて、ご用件は何でしょう？私、砂漠では怪しい取引なんて、怪しい取引なんてしてませんけど。いえ、誤解なさらないでください。ドリーさんにお伺いしたいことがあって訪ねたのです。
あら、情報を求めて。ああ、なんなりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし、倍の値段で。ああ、いや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 、免税対象でもありますから。実は今朝、変わった宝石を購入しまして、これを加工した人がどこで原石を手に入れたのか商人にお聞きしたいのです。ちなみにその方の名前はメモしてあります。ああ、人探しですわね。手間がかかるタイプですので、それなりのモラが必要になりますわ。もちろん、万能と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてくださっても構いません。相応の報酬はお支払いしますので。利益は少ないですが、人探しは大した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。あ、そんなこと言われても。この類の情報は企業秘密ですから。調べるのも一苦労です。一苦労ですの。よろしければ値段をご提示いただけませんか。あらま、あらま、あらま、あらま。潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。交通費に差し入れ代、それから20万もら。20万もらでいかがかしら。うえ、高すぎるぞ。申し訳ありませんが、ご提示の額では予算を超えてしまいます。もう少し安くしていただけませんか。構いませんわ。人情味のあるR村の方には、思い切って譲ってあげましょう。そちらの希望価格をご提示くださいまし。5万もらでどうでしょうか。なんですって。どうしましたか。砂漠での相場を言っただけですが。あ、無理無理ですわ。こんな商売をしてたら破産してしまいますわ。そうですか、仕方がありませんね。では3万もらでどうでしょう。あ、私の聞き間違いじゃありませんよね。そちらのキャラバンがR村を訪れた際の安全を保証し、一部税金も免除します。いかがでしょう。いやー、最近のR村にはビジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、カーリアの後ろ盾までもらえるのは、確かに悪くない取引です。確かに。そして、ハール村のために攻撃を行おうと。ああ、恐ろしい女です。はい、わかりました。ま、今回はただ働きのつもりでお引き受けします。さあ、3万もらで受けたまわりましたわ。本当ですか。さすがスメール切手の大商人、その器量と見識は噂通りですね。もちろんですと。アール村
あのガーディアンとの友好関係を築くために損を覚悟でお受けいたしましょう。それでしたら、サップ、あ、サップ、そのままらでもう決まりですの。宝石職人へのおもてなしは500ボラの屋台料理で済ませるしか ありませんわね。情報を集める時間が必要ですので、はい、また明日来てくださいまっしゅ。このタイプの依頼は手間がかかりますの。本当にありがとうございます、ドリーさん。旅人さん、せっかくスメールに来たのですから、オルモス港をゆっくり散策されてはどうでしょう。先ほど買ったものは私が預かりますので。そうか、オイラたち特に何もしてないのになんか悪いな。そんなことはありません。私の方こそ付き合わせてしまって申し訳ありませんでした。相変わらず気さくなお方ですね。あなたたちに神様のご加護があらんことを。ドリーさんも全てが順調にいきますように。ではまた明日お伺いします。また明日。祭りの時期に凶霊院に来るなんて変わってるね。君から見た僕ってみんなとお手手をつないで街で踊るようなイメージなのかい？存分に祭りを楽しむといい。ただ僕がここにいることは誰にも言わないでくれよ。せっかくの祭りだ、ほっといてくれ。へえ、街中が祭りの雰囲気に浸ってる時、静かな場所はここぐらいだからね。存分に祭りを楽しむといい。ただ僕がここにいることは誰にも言わないでくれよ。せっかくの祭りだ、ほっといてくれ。した時に変数を一つ見落としちゃってたんだ。まさか最初からやり直し。あ、こんにちは。大丈夫だよ。目の前を星がぐるぐる回ってるけど。ダメダメ、もうすぐ過信短日なんだから早く論文を終わらせないと。私もフロート社のパレードが見たいもの。うん、そうだね。ありがとう。どんなに小さな星も
自分だけの輝きを持ってる。輝き続ければ必ず誰かに見つけてもらえるから。うん、元気出すよ。別の計算方法でやってみようかな。スイーツを食べに行かない？過信探査の期間中、プスポカフェに限定の商品があるんだって。今回は遠慮しとこうかな。フロート社のパレードも近いし、少し控えないと。そう？残念ね。この時期パティサラプリンを買うともう一つ無料でもらえるって聞いたけど。え？タフチーンも二つ目は半額だそうだし。それからシロップたっぷりのバクラバも。わかったよ。一緒に行けばいいんでしょ。そろそろキャンディストの待ち合わせの時間だ。情報は手に入ったかな。ドリーのところに行ってみようぜ。ここをお離れになりました。今朝早くからこの辺りで取引をされていたようです。私も早く到着したので、例の話はもう済ませてあります。ドリーさんはアール村の通行証と減税証明書を受け取るとすぐに出発されました。あいつ1秒も無駄にしないんだな。それで宝石の出所は分かったのか？ええ、スメールの宝石商から情報を聞き出してくれました。その石は数ヶ月前、砂漠のとある遺跡で見つかったとのことです。名もなきその遺跡は損壊が激しく、壁に書かれた文字も識別できないほどだったと。ただもっと気になるのは、似たような宝石がもう一つあるという点です。もう一つ？発見当時、宝石は真ん中のあたりにひびが入っていたそうです。宝石を加工する職人は直しようがないと判断し、いっそそれを似たような形になるよう2つに切断しました。じゃあその片割れはどこにあるんだ？私もそれが気がかりなのです。もし本当に宝石に未来を予知する力が秘められているのなら、悪党の手に渡った時大変なことになりかねません。ちょうど今朝、砂漠で襲撃事件があったと聞きました。かなり辺鄙な道を進んでいたキャラバンが襲われたそうです。
その事件がもう一つの宝石と関係あると思ってるのか？まだ確かなことは言えません。ただ一般的にキャラバンが偏僻な道を選ぶ理由は、規模の小さな商売を行っているか、もしくは重要な荷物を運ぶため外部にルートを知られたくないかのどちらかです。その可能性はあるでしょう。こうなったら現地で調べてみるしかなさそうだな。あ、でも過信探査の準備はどうしよう。ディシアに日程を確認したところ、後でオルモス港で合流すればいいとのことでしたので、少し急げば間に合うはずです。あ、もちろんもし他に用事がありましたら砂漠までご同行いただかなくても大丈夫ですよ。何言ってんだよ。オイラたちも調査を手伝うって約束しただろ。遠慮すんなって。わかりました。力をお貸しいただき感謝します。ついてこい。属性を見下ろせ。死にたいようだった。いや無意味なって。よっやるか。よっ礼をわきまえぬ虫けらが天へと舞い。さっこの辺りで起きたはずです。全く人気がない場所だな。旅人さん、パイモンさん、ここを見てください。何か感じませんか？はい、砂漠の部族やエルマイト旅団の中には元素力を扱える人も少なくありません。その力を利用してキャラバンを襲い、不義の富を築く者もいます。お、割れた板があるぞ。キャラバンの輸送車から外れた木の板のようですね。焦げた跡もあります。爆発でも起きたのでしょうか。あちらにある痕跡はまだあまり時間が経っていないようです。道に沿って調べていきましょう。手がかりはこちらの方角を示しています。上へ行きましょう。はあ、なんてこった。わざわざ偏僻な道を選んだっていうのに襲われちまうなんて。すみません、ちょっとお尋ねしても。誰だ。アール村のガーディアン、
キャンディスと申します。今朝の強盗事件についてお聞きしたいのですが。ガーディアンだって？おい、何ビビってやがる。ガーディアンってのは俺たちを守る存在だろうが。あ、そうだった。すまんすまん、みっともないところを見せたな。こいつまだ襲われたショックから抜け出せてないんだ。いえ、さぞ辛い思いをされたことでしょう。ところで、今日はここで漏洩されるおつもりなのですか？キャラバン宿駅はそう遠くないはずですが。ああ、あまりに悔しかったからな。仲間たちを呼んで襲った奴らを懲らしめてやろうと思ってるんだ。いくらか品も取り返せるだろう。食料もあまり残っていないようですし、この状況では冷静さを保つことが大切です。砂漠では衝動と油断が命取りになることもありますので。どんな荷を運ばれていたかお聞きしても。危険物だよ。え？何言ってんだ、花火だろうが。だって箱に危険物って書いてあっただろ。当たり前だろ、花火に食品って書くのか。はあ、すまんな。こいつちょっと抜けてるところがあるんだ。気にしないでくれ。キャラバン宿駅の衛兵に知られたらまた問い詰められちまう。花火をどちらへ運ぼうとしていたのですか？砂漠にある集落さ。過信探査の時期だからお祝い用として最近注文が多いんだ。俺らみたいな小さな商売をしてるところもおこぼれに預かれるほどでな。大体は距離が遠くて敬遠される注文なんだが。なるほど。もしよろしければ事件発生時の状況を聞かせていただけませんか？ああ、別に構わないぜ。遠回りして偏僻な道を選んで進んでたら、辺り一面のツルクサに足止めされたんだ。ツルクサ？砂漠にツルクサが入るわけねえだろうが。車輪が砂にはまって動かなくなっちまったんだ。あれはきっと罠にちげえねえ。その後、急に空から爆弾が落ちてきた。爆弾？黙ってろ。さっきの衝撃で頭のネジでも外れちまったのか。こいつのことは気にするな。ショックでわけわからんことを口走ってるだけだ。俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。それに花火が引火してもうてんやわんやさ。その隙に奴らは荷をかっさらっていった。強盗の姿は覚えていますか？いや、あの時は逃げるのに精一杯だったし、砂ぼこりで何一つ見えやしなかった。ああ、でも緑色の石を持ってたような。もしかしてこれと似たものでしょうか？そうそう、そんな感じのだ。あんな高価そうなものを持ってるのにしょうもねえ花火を狙いやがって、わけのわからん奴らだぜ。おおよその状況はわかりました。教えていただきありがとうございます。しかしここはやはり安全を優先し、キャラバン宿駅の衛兵に状況を報告することをお勧めします。感情に流されて無謀な行為に出るべきではありません。あ、わかった。少し休んだら出発するよ。では失礼します。行きましょう。ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん、どう思いますか？ええ、同感です。先ほどの人は何かを隠しています。彼らが運んでいたのは花火だけではないでしょう。そして今、
その危険物が正体不明の強盗の手に渡っています。悪党同士の抗争か？あり得る話です。強盗たちがなぜ危険物を奪ったのか一刻も早く解明しなければなりません。あなたの心配もわかります。相手は待ち伏せの位置を正確に定め、行動も非常に効率のいいものでした。宝石により未来を予知した可能性が高いです。思っていたよりも危険な状況かもしれません。みんなにも相談した方が良さそうですね。ただその前に一度キャラバン宿駅に行って衛兵に報告しましょう。お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。まさかこんな展開になるなんてな。過信探査を無事に過ごせたらいいけど。ん？今の言葉大マハマトラとしては見過ごせないな。セノ、なんでここにいるんだ？ああ、公務中でな。ある奇妙な強盗事件を調べている。え？もしかしてセノもあの事件を？俺なら平気だ。道中パチサラプリンを買った。後で食べるつもりだったんだが、いるか？いいのか？ありがとな。味はどうだ？パチサラプリン、旨味たっぷりんだろ。変なこと言うからむすっちゃったじゃんかよ。お前こそダジャレたっぷりんだぞ。先ほどの話に戻るが、お前たちの言う強盗事件とは。そうか、すでにキャンディスと調査中だったと。詳細はキャンディスが戻ったら話してくれるだろうけど、あの襲われたっていうキャラバンは相当きな臭かったぞ。わかった、あとは俺に任せてくれ。そうだ、これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒にサポイ。あ、サポ、でもしようかなって。何か隠してるようだな。隠してないぞ。何もたがんでなんかないからな。砂漠の積年の実は絶対に嘘をつかない。なぜか知ってるか？なんでだ？嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。これを積年の恨みという。だから隠さず言ってくれ。もし今のが理解できなかったなら説明してやろう。いや、いいって。本当に隠し事なんかしてないぞ。そうか、鈴木にも負けない根性だ。なんだって？鈴木は鈴木だが、巣のない湖で一生を過ごす。すさまじい根性だろ。オイラもだ。大マハマトラに尋問される恐ろしさを身をもって知ったぜ。尋問？何の話ですか？キャンディス！やっと戻ってきたんだな！どうかしました？セノさんはむしろ楽しげな表情ですが。
変わりないか。旅人から事の経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。ただ午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。午後ですか。オルモス校に行ってサプライズの準備をしますが。うわあ、キャンディス、バレちゃうじゃんかよ。シェノさんもサプライズ計画のメンバーですよ。で、なら早く言えよ、シェノ。言おうとしたが、お前たちが遮ったんだろ。午後は事件の調査をするから行けないと、ことづてを頼もうとしたんだが。おかげでダジャレを2連発で食らっちゃったぞ。サプライズ計画のメンバーを伝えていなかった私たちのせいですね。申し訳ありません。何はともあれ、誤解が解けたならそれでいい。みんなによろしく伝えておいてくれ。それと、これは俺が買い出しで揃えた分だ。悪いが、一緒に持ち帰ってくれると助かる。あ、任せろ。ああ、ダジャレではいつもお前たちを任している。もう勘弁してくれよ。以外のセノさんに会うことはめったにないのですが、きっと友人が過信探査のためスメールに戻ってきてくれたことが嬉しかったのでしょう。道理で仕事モードだっていうのに、ダジャレをお腹いっぱい溜め込んでたわけだ。お腹が冷えちゃわないか心配だぜ。キャンディス、まさかまた未来が見えたのか。ええ、あちらの路地から人が二人現れるのが見えました。しかも何やら不穏な話をしているようです。不穏な話？もしかして危険物を盗んだ奴らか。いえ、残念ながら予知で見えた場面はぼやけていて、会話も一言二言しか聞き取れず、どれも断片的です。なら隠れて観察しよう。過信探査を邪魔しようとする奴らは現行犯逮捕してやろうぜ。詳しくない。サイン。が起こる。おい、聞いたか？だいぶ物騒な話をしてるみたいだぞ。もう少し近づいてみましょう。フロート車通るとき、あれを押し出して。風向きと。失敗はしないだろ。その計画は諦めなさい。え？どうしたんだ？なんでお前たちが？一体どんな恐ろしい計画を企んでるんだよ。爆発とかフロート車とか聞こえてきたけど。想像は思考に由来する。君がそう考えているから恐ろしい想像が膨らむんだ。パイモン、何を考えているんだ。僕たちは過信探査のサプライズについて話し合っていたんだが、
だから問題はそこじゃないと言っているだろう。僕とあの子の関係は冷たいものじゃない。君の推測はずれている。一日中ずっと行方不明だとそっちが先に言い出したんだろ。いなくなったのはこれまで一度も給料をもらっていないことに気づいたからかもしれないと。あれはつい心配で言葉を漏らしただけだ。コーヒーを買いに行かせるようになったのは最近のことだぞ。教令院の新入生たちが進んで先輩のコーヒーを買いに行くことを知り、そこから想像が膨らんで自身の扱われ方に不満を抱いたのかもしれない。そんなわけないだろう。僕はあいつを助手扱いしたことは一度もない。いや、もしかするとコーヒーを買うときに何かあったんじゃ。そのせいで家出をしたとか。そして機械としての生涯を振り返ったらますます怒りが湧いてきて、二度と帰らないと決断したのかもしれない。おめでたい想像力だな。でもメラックは僕が作ったんだ。そんな冷徹なわけがない。それに毎週丁寧に手入れだってしてるし。それで君はあいつを探すためにオルモス校まで来て、書類を回収しに来た俺にばったり出くわしたというわけだな。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから目を通してくれないか。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくて、このコースで問題ないか見てほしいんだ。残念ながら当日のフロート社のコースについては詳しくない。はあ？準備を手伝うよう教令員から言われているだろう。その気はないのか。職務外のことだからな。知らなくて当然だろう。この俺を説得できるとでも。それもそうだな。まあいい、最後の爆発のプランだけでも見てくれ。爆発？ああ、僕が設計したキャンディータワーが時間きっかりにフロート車にぶつかって爆発するんだ。そしたら中に仕込んである装置がキャンディーを周囲に発射するというものでね。あ、もちろん本当の爆発じゃなくてクラッカーみたいなものだ。食品工学の論文を多数調べた結果、キャンディーの材料とタワーの外装が芸商花で折った布のように柔らかなものであれば、仮に当たっても全く痛くないと分かった。サインを出すことで遠くにいるメラックが装置を起動させ、指定位置で爆発が起こるようになっている。爆発のタイミングは？暗草なりデビ様の乗ったフロート車が通るときにサインは出される。そのタイミングであれを押し出してバーンって寸法さ。風向きと湿度も考慮しないといけないな。ああ、その辺は織り込み済みだ。それらの要素をクリアする装置をキャンディータワーに仕込んである。失敗はしないだろう。はあ、なんだ、そういうことだったのか。君たちは全く違うことを想像していたようだな。それは私が説明しましょう。未来が見える能力？どうも怪しいな。実に面白い。その能力をもとにまだ見ぬ現実に仮説を立てたが、結果が違っていたというわけか。おそらく問題は結果にあるとは限らない。分かるように言ってくれよ。もしキャンディスが見た光景が未来ではなく過去だったとしても、同じく説明がつくということだ。過去？ジャハンギルは前にも送風機が故障したことがあると言っていたのだろう。彼自身の話からも伺えるように、その装置が壊れた時の状況はそう変わりないはずだ。それから過信探査の影響でここ最近のオルモス校はどこもせわしない。道路脇に荷物が置かれていることはままある。路地裏で話し合いをするものだって珍しくないだろう。アルハイゼンさんのお考えですと、私は過去の出来事を見たということでしょうか。奇妙な現象もただの錯覚に過ぎなかったということはある。そうだな。
未来にズレが生じたという説と過去が見えたという説を比べたら後者の方が納得はできる。それもあるな。だが俺の推論は別に他人の感想を考慮したものではない。単純にもう一つの視点を提供しただけだ。確かにその可能性はあるかも。現状そのような現象が引き起こされる条件や原因は不明だ。しかし二つの可能性を念頭に置いておいた方がいいだろう。もう一つの視点か。ああそうか、メラックは君のことが嫌で出て行ったんじゃないか。天才的だな。まるでメラックが昨日今日俺と知り合ったかのように言うところが。確かに君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。なら別の事情があるってことか。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ今こっちに向かって飛んできてるやつって。ん？え、どこに行ってたんだ？店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。買えなくても別に構わないのに、そこまでしてくれるなんて。キャンディス、どうかしたのか？いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの件はどう解釈すればいいのでしょう？あ、もう来てたんだね。あ、みんな浮かない顔してどうしたの？ちょっとした謎謎さ。ああ、もう集合の時間か。歩きながら話そう。俺は知恵の殿堂に行く。じゃあな。と思ったぞ。元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。ファルザン先輩、実はある問題について話し合ってて。キャンディータワーを作ることよりも急を要することなのか？ちょうどいいキャンディーの材料が見つからなくて散々頭を悩ませておったじゃろう。して解決策はあったのか？ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃの。さ、早速作業開始じゃ。サボろうなんて考えるでないぞ。仕方ない、この問題はセノに任せておこう。僕たちがここで考えたってしょうがないしね。わかったなら早う動くんじゃ。子供じゃあるまいし、いつまで先輩に言わせるつもりじゃ。そうじゃカーベ、フロート車を模した装置を作ってほしいと言っておったじゃろ。もうできておるぞ。こんなに早く、さすがファルザン先輩。これくらい昔、つまり100年前からおるわしならチロン派の問題集を解くのと同じぐらい朝飯前じゃ。これ持っていけ、うまく使えるか試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない、旅人、君が試してみてくれないか。僕は横でフロート車の動きを観察しながらキャンディータワーの調整をしたいんだ。
お様になっておるではないか。旅人とファルザン先輩のおかげでキャンディータワーの構想は固まったよ。次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を、わしらはキャンディー作りの準備といこう。コレイとオディシアはどこじゃ？二人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な二人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのことスメールシティに集まった方がよくないか？なんでここにしたんだ？シティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから、散歩の途中でばったり会うかもしれないだろ。その点ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところをクラクサナリデビ様に見られたら。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。どうかしたのかしら。カービィ。はい。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリテビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、あなたまでそう言うなら、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方は。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから。それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。クラクサナリデビ様。あら、ニーラ、何かご用かしら。はい。家臣探査で披露する演目をズバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そう、ならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。
危なかったぜ。もう少しでバレるところだった。すまぬカーベ、さっきはつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああもうこんな時間じゃ。早うデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。はい、今行ってきます。あの、もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため集合場所はパルディスディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど、人目につきやすい点を考慮してなかった。今すぐ移動しますか？うん、そうしよっか。カーベにはキャンディタワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディスディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーならどんな形だろうとわしは賛成じゃぞ。はい。後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから先輩の若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。ただの芝居だったのに、どうして本当に設計図の修正案を考えてしまっているんだろう。はあ、職業病かな。気の毒に、ワコードよ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。明日はパルディスディアイの近くに見張りを立てないと。神様は多分気づかなかったでしょう。宝石のことは聞きたかったですが。セトスが最近よく言ってたカサッチじゃないか。大マハマトラ、君も他人に祭典への参加を勧める趣味があるのかい。教令院で調べたいものがあって通りかかったから声をかけただけだ。だが確かにお前には興味がある。七星召喚をやらないか。やらないね。それなら安心だ。はあ？だってお前がカードゲームをやったらどうなると思う？知らない。では教えてやろう。イカサマになる。はあ。